はい、皆さんおはようございます。時刻は9時30分を回りましたね。今週も嘘のような本当の話のお時間でございます。パーソナリティ土井秀人がお届けしていきますが、本当の話の話はですよね、お話、それから、みんなで話になってっていうのと、沖縄の話っていうことで、もう一つつけちゃうから、わーって驚くの話、嘘みたいなお話、今週もね出てくるといいななんて思っております。はい、早速ですがね、今週も東京から、WO イーストドクター水素ボトルの北条昌宏さんです。おはようございます。おはようございます。今日はもう一方、嬉しいゲストをお迎えしております。京都から、京都なんとかさいな、違うかな京都の人ごめんなさい、さいな、わかわからない、ちょっとね、何も考えずに喋るとこうなります。はい、NPO 法人未病対策推進協会会員、未病診断士、細井由美香さんでございます。おはようございます。おはようございます。はい、由美香さん、間違えずに読みました。未病診断士、よくね、人はあの微妙とかそういうね、毎日のように喋ったりするんですけど、未病はねえ、はい、お仕事としては、はい、まあ、皆さんもね、まだ聞いたことないかもしれないんですが、病気になる前にご自身の健康状態を知っていただく、そしてそれをあのアドバイスさせていただくのが未病診断士のお仕事となってます。はい、あのね、未病だってやっぱりやっちゃいましたね。未病の未は、ね、未だ、ね、まだ病気になってないっていうことだと思うんですが、そうなんです、これね、私今ふっと思ったんですけど、病気になっていない方はイコール仮に健康だと、仮に定義するなら、健康な時に、細井さん、ちょっと見てくださいよってなるもんなんですか？はい、なんか、とっても健康な人は、あんまり興味ないかもしれないんですけど、なんかちょっと不調だなとか、まあ、年齢的に加齢とともにちょっと疲れやすい、しんどいとか眠りが浅いとか、なんかこう若い時とちょっと違うなって思ってる方がよく来られます。そしてなんか将来このままほっとくと、まあ、自分がね、どういう病気になるかなとか、あと家系的にがん家系だとか糖尿家系だとか、そういうこうね、親がこういう病気で亡くなったから自分もそうなるんじゃないかと思って心配で来られる方とか。なるほど、なるほど、なるほど。で、そこでいわゆる なんて言うんでしょうか、診療室みたいな。ちょっとすみません、素人、初めてこの ね、どういうようなところであるんですか？はい、私は医師でもないですし、ドールコーヒーとかじゃないですよね。はい、違います。なんて言うんでしょう、こう診療室みたいなところでカウンセリングみたいな、はいはいはい、個室で、カウンセリングしながら、はいはい、そしてこう私がこう適当なことを言って診断するんじゃなくって、あのちゃんと優秀な細胞ナノスキャンという機械があるんですよ。あのヘッドホンをするだけで自分の体の臓器の細胞の周波数の乱れ具合を測ってくれる機械があるんですね。はい、これあの知ってる人は知ってる、結構有名な機械とかもありますので、あのそういう本当にすごい機械があるんですよ。で、実は私も10年前からそういった機械でお客さんで自分の体の状態を見てもらってたんですよ。定期的にチェックする。なぜかというと病院に行きたくないので、まあ、でも、ね、自分の体の状態ってやっぱり年齢も年齢なんで心配じゃないですか。それで定期的にチェックして自分の健康状態を把握する、まあ、仕事にするつもりはなかったんですけど、たまたま去年の春に私があの通ってたあのメタトロンっていうあの会社の機械をやってる方がそこに通ってたんですけど、その方が新しいそのボディーリポートっていう機械で、そして未病診断士という資格制度を作って、まあ、研修機関とかその資格制度を作ったので仕事としてやってみませんかってお誘いを受けたので、それであそういう資格が、ね、ちゃんと研修受けて学んで、そしてそれだったらお仕事にしてみようかなと思って、昨年の6月に
未病診断士の資格を取らせていただいて、そしてそのボディリポート未病診断っていうのをお仕事にさせてもらってます。あ、長い、はい、素晴らしい。その、何かちなみに、はい、ユミカさん、ね、はい、とお呼びしてね、はい、ユミカさんご自身はご自身の、辛さとか老いたみとかそういったことはあんまり、はい、私32年前から健康に関する仕事をしてきて、あと、ね、まあ、温熱療法とかですね、まあ、自他ともに認めるちょっと健康オタクで、なので自分自身は本当に困ったことがなかったんですが、一つだけちょっと不安なことがありまして、私の母方の家系がコレステロール値、しかも悪玉のコレステロール値が異常に高いんですよ。それでずっともう若い時からコレステロール値が異常に高いですよって言って、お医者さんからいつもお薬を勧められるんですね。でそれが、私は薬は一切飲みませんので、いや、あの持病っていうか、あの、家計的に高いので、あの結構ですって言ってお薬はお断りして、そしてでもやっぱ何か健康にいいことをねしないといけませんので、まあ、それが唯一心配事で、なので血液検査だけじゃなくって、まあ、こういった、細胞ナノスキャンの機械で自分自身は、まあ、健康チェックをずっとしてきました。はい、あともう一つ、まあ、私自身じゃないんですけど、私あのもう、旦那さんを亡くして、15年経つんですけど、15年前38歳の時にあの旦那さんを癌で亡くしてるんですよ、うん、でその癌の発見がすごくちょっと遅かったんですよ。病院になんかおかしいと思って喉にねなんか詰まってるような気がするって言って、で慌てて病院に連れて行ったら、私はもう彼があのタバコをよく吸う人だったので、もう喉頭がんじゃないですかってお医者さんにこうね、絶対喉頭がんだと思うからよく見てくださいって言ったら、いや何にもない、でペット検査してもいやがんじゃないですって言われたんですよ。でおかしいなと思いながら、でもやっぱり4ヶ月ぐらい経ってやっぱりおかしい、それでまた病院に行きまして、そしたらですね、喉はまだ大丈夫だっておっしゃるんですけど、食道にちっちゃながんが見つかったんですよ。でそこで慌てて、まあ、病院もなんかたまたまその時にこう食道がんの先生がそこの病院にいなかったので、京大病院に紹介状を書いてくださって、で京大病院に行ったらまた一から検査し直して、そして見つかったのが下咽頭がん。もうしかもその下咽頭ってものすごくこう喉の奥にあるので発見がやっぱり難しいそうなんですよ。専門医でもこうなんか見つけにくい、それがその、まあ、言ったら転移が食道に、だから食道のがんはちっちゃかったんですね。だけど下咽頭がんがやっぱり発見が遅かったので、もう末期状態だったんですよ。それでまあ1年弱闘病しまして、うん、私が38の時に、旦那さんは41歳で亡くなっちゃったんですけど、はい、まあ、そういったこともあって、やっぱりこうね病院だけに頼るのも良くないなと思って、それでまああのなんていうのかな、そういう自分みたいにこうねやっぱりそういう思いをする方が減ってほしいと思って、今未病診断士、本当に病気になる前に自分のお体の状態を知っていただいて、そしてどう気をつければいいのか、何に気をつければその病気にならないのか、そういったことをあのお伝えしたい、やっぱりそういうことを皆さんのこうお役に立ちたいと思って、でそのね、まあその時にその当時そういう機会に出会ってたりとかね、またはねその今ねお世話になってます北条社長にもお世話になってますけど、こういったドクター水素とかね水素吸入とかもその当時に知ってたらもっと何かね違うかったんじゃないかな、あんなに苦しまなくてよかったんじゃないかなとか、やっぱりそれはすごく思うので、やっぱりそういう同じようなねこうことにならないように、本当に皆さんに健康の大切さ、未病の大切さを知っていただきたいと思って日々活動しております。ありがとうございます、はいはい、
なんか重い話になっちゃったんですけど、いいえ、もう一旦 CM 入って、はい、笑いましょうね、はい、はい。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当の話ということでね、はい、今週も、ドクター水素ボトルの北条さんとね、はい、京都から、はい、細井、由美香さん、ね、お迎えしてお届けしておりますが、ね、深刻っていうよりね、うん、由美香さんね、うん、今やっぱりご自身がね、そういった気持ちも新たにというか、うん、ご活躍の大きなきっかけとね、結びというかいただけたからというふうに笑顔でお話しされてると思うんですけど、はい、うん、で、ではね、ちょっと改めてなんですけど、うん、まあ確かにね、その頃は北条さんも研究前、15年前っていうとさすがにね、15年前はね、私ね、やっぱり音楽でしたよね、酸素薬ですよね、まだね、うん、水素っていうにはそうですね、やっぱ9年前からですからね、水素はね、でもね、やっぱり私自身もね、父親を10歳の時に亡くしているので、それも心臓の病気で、はい、だからまあそういうことで逆に自分自身が健康とかそういったことに興味を持ってこういう仕事に就いているので、やっぱりね、そういうことがプラスに働いて今があるんだと思いますよ。はい、そうですね、うん、今ね、その、まあ、未病ということでね、たくさんの方々にね、はい、うん、事前にお助け、申し上げていると思うんですけども、はい、まあ、もちろんね、やりがいも終わりになるでしょうしね、なんですが、このじゃあ由美香さんご自身がね、実際にその、ドクター水素ボトルとの、まあ、出会いというか、はい、うん、でそれを、まあ、使ってくれた、使って今くださってる方々の、うん、まあ、反応というか、はい、なんかいかがですか、はい、何、はい、かございます、今年の春に4月に東京のお友達から教えていただいて、そして私ずっと水素の、まあ、水素水はもう長年飲んでまして、あと水素吸入も、うん、とってもいいっていうのを知ってたので探してたんですよ。何か高濃度で持ち運びができていいのないかなって。そして私が所属してる未病対策推進協会も水素推しで、実際に販売してるやつあるんですよ。でそれが本当は欲しかったんですけど、そこもすごくいいもので結果が出てるので、あ、いいなって。でもとてもちょっと大きいというか重たい、持ち運びがにはちょっと難しいので、私はあちこちいろんなところに行くので、これを毎日持って歩くのは無理だなって、なのでなんかどっかにあるはずだと思ってずっと探してたんですよ、うん、そしたら春に4月に教えていただいてこれだと思って、うん、で5月の終わりぐらいから自分も使い出して、もう本当にどこにでも持っていけるので、すごく重宝してます。そしてやっぱり健康に、より健康になりたいっていう方にはこういうのがあるんですよって言って、まあ、お客様に水素水をお出ししたり、そして、ね、水素の吸入のお話をしたりとかして、やっぱり使ってくださる方もちょっと増えたりとかして、みんなであれいいよね、なんか眠りが良くなったよねとか、もう長年アトピーで苦しんでる友達とかも本当に社長のアドバイスもいただいて、もうとにかく吸いまくってくださいって言って、もう吸って吸って吸いまくって、本当に夜が寝られるようになって、かゆみも だんだん良くなってきたっていうふうに言ってもらったりとか、いらっしゃるんですか、ね、はい、うん、ね、これだったら本当にどこにでも持っていって毎日、ね、吸えますよね。本当に水素の素晴らしさっていうのは前から知ってたんですけど、もう待ってよかったってで、ね、知識もねいいかもしれませんけど、やっぱり体験した笑顔、今日もちょっとねラジオでごめんなさい、もうテレビだったらねこの笑顔皆さんにでもね、私がレポートしてお伝えしますと、くしゃくしゃです顔いい笑顔すぎてね、はい、ゆみかさんもね、やっぱりいろいろ聞きますよね、こういうね素晴らしいお話、
なんでしょうね、喜んでもそうなんですけど、あれですか、睡眠とか、よく女性がね、やっぱりこう、まあ、不眠とか、例えば冷え性とかお聞きしたりするんですけど、海香さんご自身もちょっとこうよく寝れるようになったりしました？はい、変わりました。5、6、7、8、9、ね、ちょうど4ヶ月経ちまして、ね、うん、はい、本当に睡眠に関しては非常にありがたいです。あと体温がですね、本当にもともと昔若い時冷え性だったんですね。そしていろいろ健康法とかと、まあ、温活、うん、実は温活で自分の家に岩盤浴と遠赤外線ドームを持ってるんですよ。すごドーム持ってんですか、はい、岩盤浴200キロあるので床を補強してもらって、まあ、それぐらいもう温活も頑張ったんですが、まあ、体温が 36.5度まではなんとかいったんですよ。でも36度前後から 36.5 まではいけたんですけど、そこから 36.8 の壁がなかなか厚くてですね、うん、今水素で 0.1 度上がったんですよ、うん、だからこのまま半年1年って使い続けたら 36.8 のいけるかもしれないって、間違いなく上がりますよ。でそれが今一番楽しみで、うん、輝いてる輝いてる、はい、あとやっぱ、ね、そのだから体温 の、 こう、ね、36.8 度以上あると、うん、病気もしにくいですし、が、うん、にもなりにくいですし、うん、いっぱいいいことあるじゃないですか。何度っておっしゃってましたっけね。36度8分を超えると免疫が強く働くようになって、うん、がん細胞を縮小し始めるっていうことは研究で分かってますからね。36.8、はい、そこを目指してます、ね、そこを超えたいですよね、はい、でも平均的にそれぐらいあると、まあ、多少なりとも抵抗力っていうのも生まれるので、こう、うん、安心地とでも言うんでしょうかね。そうですね、やっぱりね、もう安全領域ですよ ね。あと、まあ、女性にはその美容の面でも、うん、やっぱ低いよりは高い方がいいです、うん、やっぱりそうですか、はい、なのでそれ、まあ、美容の面と、あと水素、うん、ね、やっぱり活性酸素除去、うんうんうん、これってやっぱ老化防止にもいいじゃないですか。がんの、ね、種も叩いていくってことにもなるし、うんうんうん、両方ですね、うん、やっぱりそういう老化と戦わないといけないお年頃なので、うっしょーんでしょ、ね、この美を保たないといけないんでねお気に、ね、あ、そうね、うわ、久しぶりに来ましたね、あのお気にお気になってかてかだってすみません、ね、ロシャ君岐阜と京都だから結構近いでしょ。岐阜、いや、まあ、そもそも僕は愛知県ですよ、名古屋なんで、まあ、岐阜の人も逆にちょっと近いかもですね、ね、まあ、岐阜もちょっとね、結構ね、言葉がね、まあまあそうですか。いやでもいいですね、その何がっていうと、由美香さん多分相当毎日笑顔をご覧になってますよね、うんうん、ね、だからそのアドバイスだったり、まあ、コンサル的なところでね、知識やご経験をということもあると思うんですが、今ドクター水素ボトルって、まあ、この間もちょっと言ったんですけど、本当におっしゃったようにね、持ち運びが簡単じゃないですか、うん、ね、で充電しといてって思うと、まあ言ったらどこだって、ね、吸えるので吸入できるので、ああそうだよな、うん、ちょっと気になった時になって言ってね、何分かだけでもねやって、うん、気持ちの安心感が僕自身も生まれる時あるんですよ、はい、なんかわちゃわちゃしたしたな、バタバタっていう時に、あ、ちょっともうやめた、一回ちょっとピッと押してね、30分ぐらいぼっとしてると、うん、なんかこうね、はぁってなってくるんですよ ね、 あとやっぱりストレス社会なので、はい、ね、ストレスってやっぱりどうしても悪玉活性酸素が増えちゃうじゃないですか、うん、やっぱりそういう方にも吸っていただきたいなって、なんか僕京都ってストレスなさそうって言ったらですけど、こう穏やかでね、こうなんて言うんでしょうね、イメージなんですけど、 どうですか、うん、京都の方、京都あれですね、気を使う文化だから逆にストレスはあるかもしれない。そっか、もてなされてる方は癒されるけど、あ、すっごい気使いますから京都の人って、京都人というか京都の人からすると、そんなこと、うん、あらへんねんで結構気使ってまんがなって、うん、関西弁と一緒だった、関西弁ですよ、それは完全に本当に大阪弁、京都弁じゃないです、大阪弁か、もうすいませんね、もう、いやでもね、なんかその京都でやっぱりね、まあでも どこのね、
都道府県でも、あのお年寄りはね、年配の方やっぱり自分らも含めて増えていくわけで、ね、そういう方々、ね、高齢化社会ですし、あと2人に1人が癌って言われてますので、やっぱりそれもね、やっぱり防ぎたいですよね。そうですね。確かにできるものならね、そうですよ。だってね、やっぱりご経験のある方はね、本当の言うまでもないことなんですけど、やっぱりね、あの未然にそれこそ、ね、防げるものなら、みんな元気であってほしいし、元気に、ね、なってくれれば、なんか要は北条さんよく言うね、その若返るとかっていうんじゃなくて、ね、なんだろう、かす、なんていうのかな、元に代謝に戻っていくみたいな。あ、そうか、 CM も変わりますね。あ、ちょっと入っときましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当のはね、もうなんだか楽しくってね、時間が過ぎるのを忘れてしまっているような状態の中で失礼いたしましたね。はい、そんなわけでね、細井由美香さんね、京都からお迎えしてるんですけども、まあちょっと話がね、尽きなさすぎなところがね、由美香さんあるもんですからね、あれですけども、来週とかってまたどうすか、沖縄好きですか。はい、沖縄大好きです。本当ですか、はい、来週も出ていっていただけます、ちなみに、はい、あ、そうです、やった、じゃあちょっとね僕自身が不明瞭なんで、本当ね、もういつだったか本当に見事に忘れてるぐらいなんですけど、前の奥さんとデートで行ったことはなんとなくぼんやり今思い出したんですよ、うん、京都。それ以来だからずいぶん経つんですけど、どんなとこですか、お生まれも育ちも。はい、ただ私は京都府宇治市なんですよ。宇治市、 お茶です、お茶、はい、お茶の町、抹茶、ね、はい、それは清水寺があるとこから遠いんですか。平等院があります。十円玉の裏に平等院って載ってるの知ってます。ひゃーって横にこうね、ひゃーって広がってるねって広がってる平等院、裾野がすごい広い建物ですね。もう宇治市といえば平等院とお茶。それはその橋から遠いんですか。京都駅から平等院まで車で、そうですね、1時間弱ぐらい。でもそこ遠いですね、はい、そうするとね、イメージ的にね。よく京都で川が溢れそうになってますって、うん、あれは近い。近いです。鴨川じゃなくて、鴨川、鴨川とか宇治川とか、ね、よく溢れそうになってね、よく嵐山のところとかね、はいはいはい、よく渡月橋のところが溢れそうとかね、やってますよね、はい。まあ、でも京都ね、すごく観光客がやっぱり多い、いい街ですよ。溢れそうになってるって割には被害が出たとかあんまり言わないですよ。そうなんですよ、意外と災害が少なくって、ね、だってあれだけのね、歴史的な建物が多いのに、えらいことですよね、はい、ね、不思議な、あ、なんでだろう、確かにね、守られてるんですよ、ね、うん、同じようにいろんなところで集中豪雨起こってるのに、京都はなんかそういった大損害のあれは聞かないですよね、あんまり、ね、はい、へえ、いやいや面白い、本当面白い。まあね、京都の話も僕本当いろいろ聞きたいんですけども、うん、まあ嘘のような本当なので嘘音っていうので、由美香さんの嘘音の話また来週もしてくれると思うんですけどもね、はい、そんなわけで今週もね、この FM ギネワンから FM 小座同時放送のね、嘘のような本当のはということでお届けした次第なんですが、来週のネタの打ち合わせでもね、まあどこかね、後でちょっとして、始めていきたいと思いますが、今週もね、東京から、WOイーストの、北条社長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それから、京都宇治、ね、はい、宇治市から、はい、京都宇治市から、由美香さんね、未病診断士、遅い由美香さんをお迎えしてお送りしました。はい、来週もまたお越しいただけるそうです。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、来週もでは嘘のような本当のはよろしくお願いします。